彼らには帰る家があって待っている家族がいる。あなたは帰ったりしないの？そうだった。帰れるはずもない。私の両親は強盗に殺された。その時エレンが現れて私を救ってくれた。家族を亡くした私にエレンがこのマフラーを巻いてくれて、それからシガンシナ区のエレンの家に引き取られた。エレンの両親は私を本当の家族のように迎えてくれた。一度死んだ私はエレンの家で生き返ることができた。その家族も5年前のあの日にエレン以外は失った。そう、それだけは本当に。この世界は残酷だ。勝者しか生きることは許されない。だから私は戦う。戦ってエレンを守る。もう家族を失いたくないから。ごめんなさい。今日はつまらない話になってしまった。よかったらまた話を聞いてほしい。次はもっとつまらなくない話を考えておくから。元気だな。なあ、少し考えたんだが、今日の訓練では精神面を鍛えてみないか。例えばいつも平然とした顔をしてるあいつに訓練に加わってもらったら参考になると思うんだが。あ、その通りだ。ミカサのことだ。おっ、ちょうどいいところに。おいミカサ。分かった。私でよければ協力する。心を鍛えるには対人格闘術がいいと思う。自主訓練だって2人とも偉いね。私も参加したいな。なら4人でやろう。クリスタはライナーと組むといい。私があなたと組もう。ちょっと待ってミカサ。私じゃライナーにかなわないと思うけど、兵士として全力を尽くさなきゃ。行くよ。クリスタに怪我させちまいそうで反撃できなかった。手を借りる相手を間違えたな。そういえばお前はあの人の推薦で調査兵団に入ったんだったな。よし、相談してみるか。この前相談された件だけど、訓練兵団のキース教官に助言をもらってきたよ。こう言ってたね。奴ら訓練兵を卒業しておいて何をふぬけている。仕方ない。まずブラウンには十分な実力がある。だが率先して危険な役回りを引き受ける傾向がある。これは状況によっては短所となるぞ。なぜ仲間を頼らん。もう一人のやつだが能力は上位10名に劣っていない。また他人の技や能力をうまく吸収する力がある。ただしそれを生かしきれておらんのが短所だ。奴らは共に無能ではない。卑屈になっていては生き残れる者も生き残れんぞ。以上だね。お手数をおかけしてすみませんでした。教官にまで連絡を取ってくださりありがとうございます。あの教官にあんなことを言ってもらえるとはな。よし、今度一緒に兵団の任務に志願してみようぜ。任務で特訓の成果を示している。成功すればもう弱気になんてならずに済むはずだ。兵士の責任を果たす。特訓の成果を発揮してお互い兵士として一回り大きくなってやろうぜ。ところでお前ってクリスタとはよく話すのか。クリスタは今日俺の気がまあいいや、今は任務に集中しないとな。救援要請ね、助けに行かないと。休む気がない。世話をかけちまったがお前らのことは頼りにしてる。私は兵長のため全てを捧げるつもりですから。救援要請無視はできねえ。いざこの調子だな。いいぞ、その調子でどんどん活躍してくれ。休む気がない。この調子だな。正しい選択をすることって結構難しいことだよね。皆さん、ここで殺す。今後も期待できそう。まずいな。巨人どもにビビってられるか。ライナー、その調子だ。僕たちで終わらせよう。入ってきた。やってやるぜ。女性を立てましょう。女性はここでいい。よし。これで敵は片付いたな。どうやら俺の中の迷いも晴れたみたいだ。お前のおかげで兵士として一回り大きくなれたようだ。任務は無事に終わったな。兵士として務めを果たすことができた。にしてもお前の動きには感心させられたぞ。いつの間にか随分実践慣れしていたんだな。任務がうまくいって俺も自信が湧いてきた。お前には礼を言っておかないとな。ありがとう。これからもよろしく頼むぜ。しばらく何もないよね。おお次はどんな特訓をすればいいと思う？あれ、あの二人。エレン、だから同じ部隊の時は私があなたを守るから、できるだけ私から離れないで。いい加減にしろ。俺はお前の弟でも子供でもねえぞ。戦闘中はお互いの任務に集中すべきだろうが。揉めているみたいだね。あれは仲裁した方が良さそうだけど。でもそうだよね。よし、エレン、ミカサ、ちょっといいかな。ミカサ、君の気持ちはわかるけど、本当にエレンのことを思うなら手を出さず見守るのも必要なんじゃないかな。エレンも反発したいのはわかるけど、まずはミカサの心遣いに感謝して力を合わせて生き残ることを考えたらどうだろう。ベルトルト、お前の言う通りだ。ミカサ、すまん。いざって時は頼む。ただし任務に支障のない範囲でな。エレン、私こそ悪かったけど、ベルトルトがそんな風に言うなんて。ああ、驚いたな。ベルトルト、なんか今のお前、前よりもずっと頼りになる感じがするぜ。できた。本当に2人を仲裁できたよ。やった。まるで僕じゃないみたいだ。そんな褒めすぎだ。照れてしまうよ。これも君が特訓してくれたおかげだよ。ありがとう。これでライナーの支えになれるかもしれない。最後にもう一つ頼めるかい？一緒に任務に志願して実戦でも自信を持って動けるか見てくれないかな。すごいな。負けるもんか。力はともかく意志が弱すぎる。そうだよ、ガッと自信をつけるには強い意志を持たなくちゃいけないんだ。精一杯頑張るよ。君も見守っていてくれるかな。皆さん、ゲルガさん、お願いします。苦戦してんのか、言ってやらないとな。ありがとな、さすがにやばかったよ。いえ、次も頑張ります。アルビン、救援要請だ。ゲルガさん、ベルトルト、頼みます。分かった。逃げられると思っているのか、デカブチども。ミカサ、頼みます。ミカサ、助かりました。礼を言います。ありがとう。れと同じぐらいにはやるやつだな。これでどうだ。やった！積極的に戦うことができた。これならライナーたちの力になれそうだ。きっと君がいてくれたから成功したんだ。ありがとう、本当に。任務を成功させられてよかった。それに僕も自分でも驚くぐらい積極的に動くことができたよ。きっと自信がついてきたって証拠だ。これでライナーにも認めてもらえるはずだ。力を合わせていつか故郷に。ってごめん、まずは君にお礼を言うべきだったね。いろいろと助けてくれてありがとう。おう、あんたか。そういや、お前も調査兵団でやっていくことにしたんだよな。理由は何なんだ？そうか、シガンシナ区を取り戻すには調査兵団に入るのが妥当だよな。俺はよ、マルコがトロスト区で死んじまって、それで調査兵になるのが俺の今すべきことだと思ったんだ。マルがこう言ってたよ。ジャンは強い人ではないから弱い人の気持ちがよく理解できる。それでいて現状を正しく認識することに長けているから、今何をすべきか明確にわかるだろう。大半の人間が弱いからこそ、それと同じ目線から放たれた指示ならどんなに困難であっても切実に届くってな。まあとにかくお互い調査兵団に入っちまったんだ。これでもういつ死んでもおかしくねえぞ。えらく強気だな。俺はそこまで楽観的になれねえが、悔いが残らないようにしねえと。母ちゃんの手紙のこととか照れくさくて返事を書いてなかったけどな。書くことにしたな。返事も出さずに死んじゃさすがに親不孝だろ。それでコニーは今度は得意な立体機動術をさらに伸ばそうとしているということ。まあ俺たちを頼るのは妥当なところだな。俺は立体機動が得意だし、ミカサは何でもできるからな。そうは思わない。コニーが本気なら力を貸そう。よろしくな、ジャンミカサ。まあ俺は天才だから立体起動術もほぼ完璧なんだけどな。おいおい、いい加減にしろよコニー。それが人に教えを請う態度か？なんだと？そうだな、ここで突っかかってどうすんだ。2人は俺のために来てくれたんだもんな。すまんジャンミカサ、悪いけど頼む。構わない、早く始めよう。仕方ねえな。じゃあ俺から行くぜ。俺が立体軌道の時気をつけているのは、見たか今の。前よりずっと早く動けるようになってるよな。ちゃんとミカサ、それにお前のおかげだ。ありがとうよ。自主訓練とは関心だな新平。実は手が足りない任務があってな、力を貸してくれないか？よし、実力を試すいい機会だ。一緒にやってやろうぜ。さあ活躍するぜ。は苦手だったけど特訓できっと頭の回転も速くなってるぜ。見ててくれ。皆さんどうに頼みます。ごめん、迷惑かけた。気にすんな。ここで殺す。救援要請だ。皆さんこの調子だ。いざ。こんな風に戦えるなんて、君はすごいね。やったか。ミカさん、どうに。やるやつだな。皆さん、このこで殺す。誰か手を貸してください。いざベルトルト。私はこの手の殺すだじゃ皆様に任せましたやだな俺の実力、目に見えて上がってるよな。お前にも世話になった。ホント頼りになるやつだよ。こんだけ実力を伸ばせればあの子の期待も裏切らずに済むはずだよな。任務はやり遂げたぞ。さすがは俺たちって感じだな。やっぱり俺天才だぜ。ミカサヤちゃんに習ったことしっかり活かせてたからな。これだけ実力をつけりゃあの子に嘘をついたことにはならねえはずだ。お前に特訓に付き合ってもらって正解だったぜ。した件ですけど、何かいい案は思いつきました。いきなりですか？わかりました。やってみましょう。長してきました。へえ、お前サシャに狩りを習ってたのか。こいつどんくさそうだからな、さぞかしサシャの足を引っ張ったんじゃねえか。そんなことはないよ、むしろ彼に向いているいやないかな。あれ、みんなもどう、いや今度一緒に狩りに行くのいいやろ。どうしたサシャ、歯でも痛いのか。なんか喋り方がおかしいぞ。いいえ、なんでもありません。とにかくいつか皆さん一緒に狩りに行ってみましょう。すみません、失敗してしまいました。ああ、いけそうな気はしたんですが。自信ですか。どうすればモテるようになるんですかね。例えば難しい任務を成功させるとかでしょうか。ならあなたと一緒に任務に行けるよう上官に掛け合ってみてもいいですか。今はそういうのが必要な気がするんです。お願いしますね。やりますよ。シをクリョーコからもらえますか？やりましたね。戦闘中に勢いで自然に喋ろうとした方は失敗しましたけど、手伝ってくれてありがとうございました。やはりあなたの動きは狩人っぽくて素敵です。お腹も減りましたし、早く帰りましょう。今日の夕食は何ですかね。例の任務、うまくいきましたね。一時はどうなるかと思いましたが、あなたのおかげで助かりました。頼もしい同期がいてくれて心強いです。これで自信がついた気はしますけど、まだ故郷の言葉でみんなと話すのは慣れませんね。また狩りに付き合ってくれませんか？あなたは狩人に向いてるようですし、お肉を食べれば私も踏ん切りがつくと思うんです。お願いしますよ。また来てくれよね。いらっしゃい。また来てちょうだい。疲れてない？あの子のお父さんの容体が悪化したって本当ですか？ああ、今日の夕方頃急にね。このままじゃあと数日も持たないだろう。ここ最近はよくなってきていたのに、何か助ける方法は？彼の病への特効薬がないわけじゃないけど、無理なんだ。前にも言ったかもしれないが、現状ではどうしようもない。特効薬の材料は壁外でしか取れない貴重な薬草だ。悔しいけど諦めるしかないんだよ。そんな、じゃあ壁外でしか取れない薬草なんて。でもそれさえ用意すればあの子のお父さんは助かるってこと？私探してくる。でもせっかく助けられるかもしれないのに見捨てるなんてできないよ。え？次の壁外任務の時に薬草を探す？いくらなんでもそれは危険だよ。相談したってどうにもならないよ。そうだよね。私任務に行く前に長官に相談してみる。一緒に来てくれるのありがとう。心強いよ。意地でも長官を説得して絶対に薬草を持ち帰ろう。行くよ。必ず薬草を手に入れてあの子のお父さんを助けよう。でも無理だけはしないでね。私たちもちゃんと無事に帰らなきゃ。休みにしない。この会社やったか。ありがとな。さすがにヤバかったよ。お役に立ててよかったです。苦戦の演算を確認しました。やったか。いざベルガちゃんお任せしミカさん。サシャおい誰か手を貸しやがれ。休みじゃない。はいはいどうも。なんとかできてよかった。休みじゃない。やったか。いざゲルガさんお願いします。やっぱりすごいね。私なんかとは全然違う。ここで壊す。ガシャやります。死んでも足は引っ張らない。役に立ってみせるよ。しい。危険そうだ。ギルガさん、お願いします。任せてくれ。 いいな。ギルガさん、お待ちして。なんだあの巨神、危険そうだ。ラシャ、楽しみ。 薬草を見つけたんだ。一緒に来てくれて本当にありがとう。あなたのおかげでうまくいったよ。これできっとなんとかなるはず。早く帰還しよう。 診療所に薬草を届けてきたんだ。これであの子のお父さんも治るかもしれないってよかった。これであの子を安心させてあげられる。あの時あなたが一緒に上官を説得してくれなかったらきっとこううまくはいかなかったよ。任務中にもたくさん助けてもらっちゃったし本当にありがとう。 しかしこの間の件、兵長に何を送ったもんかな。お前は贈り物とか慣れてるんじゃないのか、ベルト。いや、すまんが俺にもお手上げだ。いろいろと考えてはみたがどれも一長一短というか。ああ、お前か。なあ、兵長への贈り物の件だが、 ペトラたちがどんなものを考えていたか聞いてないか。なるほどな。実用性が高い雑巾か、兵長の好物である紅茶か。さすがに雑巾はないだろう。それはともかく、役に立つものか兵長の好物かなら、お前はどっちがいいと思う？ 俺もそこはボルゴの主張に賛成したい。かつ兵長がいつも使ってくれるようなものがいいな。兵長がいつも使っているものか。ティーカップはどうだ。これなら実用性も兵長の好みも兼ね備えているぞ。ティーカップか。そりゃあいい案だな。カップを買うならいい店を知っているぞ。今度みんなで行ってみるか。よし、 ボルオとペトラにそう伝えておこう。次の任務の後にでも兵長に渡せればいいんだが。そうだ、次の任務にはお前も参加するんだったな。せっかくだしお前にも贈り物に立ち会ってもらおうか。そうだな、それがいい。お前が意見をまとめてくれなければ決まらなかったからな。よろしくな。間違っても任務中巨人に食われたりするんじゃないぞ。そういうことだ。予定開けとけよ。難しい任務かもしれないが俺たちがサポートしよう。お前が足を引っ張らねえってなら討伐数が一番多いこの俺を頼ってもいいんだが、おお、新兵の時に足を引っ張ったのはどこのどいつらだったかな。その話はそこまで。とにかく頑張ろうよ。苦戦してるみてえだな。いい加減まだ戦いは終わってない。集中して。こんなところで死なないでくださいよ。救援要請ね。助けに行かないと。エルドさん、お願いします。お待たせします。休む気はない。お願いします。これだけ倒せば仲間の助けになるだろう。やはり聖女を伝える時俺たちを指揮するのはお前だ、エルド。まだまだ休み。いざ殺す。調子に乗るのだ。気をつけろ。こんな風に戦えるなんて、君はすごいね。周囲の様子を見てくるから先に帰還していてくれ。ああ、分かった。お前ら気を抜くなよ。ピクニックじゃねえんだからな。今回も俺が一番の戦果を上げてしまったから。どこに目をつけてるんだか。今回はこの子の方が活躍してたよ。お前、新兵にしちゃなかなかいい働きだったな。評価を改めるとしようか。うん、本当に私たちが新兵の時とは比べ物にならなかったよ。お疲れ様。ああ、よくやってくれたと思う。お前の活躍には俺たちも期待しているんだ。これからもよろしく頼むぞ。おっと、それからこの後もよろしくな。ええ、近いうちに兵長に贈り物を渡しに行くから、その時はちゃんと付き合ってもらうよ。今日も来たようだな。ついでおい。今日は出かける。ああ、そうだ。エレンにはまた別の指導をすることにした。とりあえずは街中へ出るぞ。あいにくあまり愉快な様子じゃねえがな。Remember who you are. Remember. Now, it's your turn. 近いうちにお前にも一人であれをやってもらうことになる。覚悟しておけ。本来なら長官の役割だが、これはエルヴィンの判断でもある。分かったならいい。リヴァイ兵士長か、お前も遺族のもとを回っていたのだな。そっちも訓練兵の遺族を回っていたようだな。お互い大変なことだ。貴様には兵士の家族のもとに遺品を届けることの意味がわかるか。そうだ、これを無意識に理解しているからこそお前はこの役目を与えられたのだろうな。これは部下や仲間の命を預かった者としての使命だ。しかしそれだけではなく、公に心臓を捧げた兵士としてその死がどれだけあっけないものだったとしても、それは残された人間に可能な限り記憶されるべきものなんだ。彼らの死を意味のあるものにするためにもな。ともするとヤツやエルヴィンは貴様にそれを伝えようとしていたのかもしれん。意見を聞かせて。やるねー。また会ったな。この間は見苦しいところを見せてしまった。あの日は散々だった。ありがとう。それにこれまで何年もやってきた研究の成果が出るめどが立ったから、いつもよりいい気分なんだ。この研究が形になればきっと分隊長も喜ぶだろうな。気苦労も多いが達成感もひとしおってやつだ。ん？見てくださいよ、これお肉ですよ。こっそり持ってきちゃいました。あ、モブリットさん、全然気づきませんでした。これはそのそうですよ。一切れお裾分けしようかなと。全部じゃなくていいですよね。取ってきちゃダメだろう。今回は見逃してやるが、次からは態度を改めるように。そんな大げさな。ところでこの間君に用事があると言ったが覚えているか。なら話は早い。実は今巨人討伐任務の志願者を募っていてな、分隊長から君を任務に連れていくように言われていたんだ。今回の任務で巨人の情報を得られれば研究に貢献できるかもしれない。考えておいてくれ。出撃する。作戦を始めるか。同行してくれて助かった。戦果を得られるよう頑張ろうな。だからといって無理はするなよ。分隊長のように引き急ぐような真似は禁物だ。お願い、早く巨人を倒して。おい、こっちを手伝ってくれ。拠点はここでいいのか。いざ。休むのはないんだ。巨人を倒して。そろそろあの作戦を始めよう。いざ。頼みます。了解。巨人どもをやっちまってくれ。逃しはしないわ。必ず追い詰める。この調子だな。巨人どもをやっちまってくれ。なんだ、苦戦しているのか。当然だ。まさか救援要請が。まだだ。一匹残らずくっつくしてやる。死に急ぎ野郎だけが負けてらんねえ。やっベルトルさんが私を助けるなんてどういう風の吹き回しだ。どういうって仲間だし当然だろう。したら早速実験になるな。これで研究も大きく進むはずだ。これだけの成果を上げられたんだ。きっと分隊長も満足してくれるだろう。任務ではよくやってくれたな。君の活躍のおかげで研究に役立つ情報が得られた。この情報を持って帰ればきっと分隊長も喜ぶはずだ。本当にありがとう。助かったよ。正直新兵に無理はさせられないと思っていたんだが杞憂だったようだな。分隊長の目も確かってことが分かったよ。また一緒に戦う機会もあることだろう。その時はよろしく頼むぞ。ティートリヒと三度やるな。我々はトロストク奪還作戦で多くの兵士を失ったが特に貴重な2人の精鋭を失ったのだったな。ええ、本当に残念です。イエーガーを巨人から守るためとはいえ私はいまだにあいつが本当に味方なのか信じられん。確かに壁の穴は塞いだがピクシス司令のお考えは理解しがたい。人間の姿をしているとはいえあんな得体の知れぬやつを。隊長、イアンも三度も最後にはイエーガーを信じて戦っていました。不安定でも彼の力にかけなければ人類は勝てなかったでしょう。とはいえ今後も彼の力に頼り続けるのは私も心配です。司令や上の方々がお決めになったことだから従うしかない。だがあいつの怪しげな力に頼るのはやはり危険だ。っている。それならせめてイエーガー自身がどう思っているのか聞いておきたい。私はあいつを認めたわけではないが、指令が認めた以上話ぐらいは聞いてやってもいい。そういうわけで君、奴のところへ行ってきてくれ。私はこれから別の任務に就かなければならんのだ。ですがイエーガーの胸の内を知るためには隊長自身もお会いになった方がいいと思いますが。そうだ、あんた一緒に隊長の任務を手伝ってくれないか。早く終わらせて隊長にもイエーガーのところへ来てもらおう。本当に引き受けるのか。決まりですね。あんたの召喚には私から話しておくよ。よろしくな。出るぞ。手が足りなくてな。とはいえ規則に反するまでは許さんからな。特に敵前逃亡は言語道断だぞ。隊長、心配は無用かと。トロストクでもよく戦っていましたし、今は調査兵ですから。お世話になりました。気を抜くのは早い。まだ巨人は残っている。悪いな、助かる。お礼なら上官の食料庫からもらえますか。自殺者任されました。救援要請無視はできない。指令に任務完了の報告をしてくる。新兵にしてはよくやった。おかげで任務が早く終わったよ。やるじゃないか。思ってた以上の働きだ。うん、兵士らしく規則を守って動いていたな。あんたみたいな新兵がいるんなら少しは未来に希望もあるかもな。それにこれで時間が作れた。隊長、イエーガーと話をしに行けそうですね。うん、そうだったな。近々訪ねてもよい。訓練内容はミケ、その子に何をしているんだ。まさか直々に訓練をつけてあげてるとか。そうだ、こいつには特殊な力がありそうなんだ。ああ、匂いで何か感じたってことですか。そういうことなら俺たちも協力しますよ。そうか、お前もそれでいいな。ああ、ナナバもゲルガーも腕の立つやつだ。ナナバ、ゲルガー、交代だ。ミケ、新兵にこの訓練は酷じゃないのか。こいつ、もうボロボロですよ。一通りの訓練をしてみたが、いまだに力の正体が見えん。よく言っそういうことならよし、次の任務は俺と一緒に参加しろ。実戦でこそ発揮される力もあるだろう。それでも分からなければ少し違った切り口で探ってみよう。行かないでどうする。するから好きに動いてみる。そうすれば隠れた力が判明するかもしれない。間違わないようにしねえば。助けてくれよ。やるじゃねえか。俺と同じぐらいにはやるやつだな。任務は成功だ。よく頑張った。お前は見どころがある。まだ未熟な面もあるが、兵士としての資質は十分だ。残念ながら実戦の中でもどんな力かわからなかったが、引き続き特訓を重ねて探っていくとしよう。今後も期待しているぞ。